牛乳パックでお月見団子を乗せる三宝を作ってみました。牛乳パックを一つ用意します。この部分の長さは7センチなので、その2倍の14センチのところに線を引きます。牛乳パックを折りつぶしてから線のところを切ります。切り取ったところをへこませて、このように切ると切り口がまっすぐになります。大きい方を切り開いて真ん中で切り、正方形にします。端から2センチのところにボールペンなどで強く折り筋をつけます。端の部分4箇所に切り込みを入れたら裏返して折り、角をホッチキスで留めて三方の上の部分を作ります。はじめに切り取った残りで土台を作ります。口の破れたところを切り落として、折り目のところまで切り込みを入れます。ここを開いて上の部分を乗せます。あれ、はみ出してしまいますね。1センチくらい残して切り取るとちょうどいい大きさになりました。折り目の下に対角線を描き、中心に直径2センチくらいの丸を描きます。ちょうど太いマジックのキャップくらいの大きさです。折り目のない方からハサミを入れ、丸を切り取ります。2枚重なっているので、ハサミの奥の方を使って紙を回しながらゆっくり切りましょう。切り込みを入れたこの部分にはセロテープを貼っておきます。テープを少し長めに切り、内側に折り曲げるようにしっかり貼りましょう。重ねて切った裏側の切り込みも同じようにしてテープで貼っておきます。もう一方の側も同じようにして穴を開け、テープで留めておきます。15センチ角の折り紙を半分に切り、裏全体に液体のりをつけます。のりが乾かないうちに折り目から5ミリほどずらして貼り付けます。下のはみ出た部分を内側に折り込みます。角の部分は伸ばしてから折り込むときれいに貼れます。穴を開けておいたところに鉛筆などを差し込み、そこから指を突っ込んで折り紙を内側に貼り付けます。もう一つの穴も折り紙を内側に貼り付けておきます。これできれいな丸い穴ができました。裏側にも同じように折り紙を貼り付け、穴を開けておきます。角の4箇所は折り紙にも切り込みを入れ、折りつぶしてからこのように開きます。折り返したところに幅1センチの両面テープを貼ります。裏返して折り直し、同じように両面テープを貼ります。角になる部分の両面テープを切り、ツルツルの剥離紙を剥がしておきます。三方の上の部分を裏返し、ちょうど真ん中に来るように貼り付けます。折り紙を半分に切り、短い辺を1センチ切り取ります。裏返して長い辺に両面テープを貼り、片方を剥がします。剥がしにくいときは爪で強く貼り付けてから剥がすと簡単に剥がれます。これを土台のテープを貼った部分を隠すようにして貼り付け、包装紙で箱を包むときのように折り曲げ、内側に折り込んで両面テープの端を引き抜いて貼り付けます。ゆっくりやってみましょう。こちらの両面テープは全部剥がします。こちらは端だけ剥がして折り曲げておきます。まず土台を貼り付けた部分を隠すように貼ります。この時左右が同じくらいはみ出すようにしましょう。
しっかり貼り付けたら、はみ出た部分を押さえます。裏返してこの部分にまっすぐ折り目をつけ、角の部分を内側に折り込むようにしてしっかり折り癖をつけます。反対側も同じように折ったら、両側を持って上に引き上げ、内側にぴったりと折り込みます。しっかりと押さえたまま、はみ出した両面テープを引き抜いて貼り付けます。こちら側は半分に切った折り紙をこの長さに合わせて切ります。裏全体に端まで糊をつけ、三方の裏側をぴったり隠すように貼り付けます。そのまましっかりと内側に貼り付けながら折り込んでいきます。反対側も同じようにして貼るとこうなります。真ん中の空いているところには先ほど切り取って残った折り紙を貼りましょう。これで三方の完成です。三方に載せる紙は白い折り紙を使います。このように折り目を入れたら、三方の対角線のところに糊をつけ、折り目の部分を貼り付けます。そのままぎゅっと押し込むとこんな感じになります。内側をしっかり押さえて外へ折り返すとこんな感じになります。お花紙や紙粘土で作ったお団子を乗せて飾りましょう。